です。はい。なんかすごい空気感から始まってしまいましたが、さあみんな今日も笑顔で楽しもう。わらかど始まるよ。はい、ということで、わらかど、笑う角には福来たる。こちらですね、オフミーとピーマーと TV さんのコラボ番組ということで、よくぞ呼んでくれましたよ。この日向厚美よ、ジャグラーの人でした。今年はジャグラーもそうですけど、 AT、ART、 こちらもね、たくさん楽しんでいこうと日向厚美決心しておりますということでね、番組のコンセプトなんですけども、笑っていれば福が来るじゃないかはてなはてなはてなって感じなんですけどもね、今んとこ厚美さんはわらかどで服着てたかなもうって感じなんですけども、ね、楽しく笑って打っていきたいと思っております。きっと美穂が助けてくれる。きっと、カメラマンちゃんも助けてくれるということでね、この他人任せな感じのゆるーく、楽しんでいきたいと思います。それでは皆さん、まったり見てね。行ってくるぞ、わらかど。ということで、早速入場です。確保ナンバーは18番でございます。うつだい決めてないよ。出た、行き当たりばったりで、ちょっと入った時のインスピレーションでいきたいと思います。すいません、ありがとうございます。よいしょよいしょよいしょ、ありがとうございます。あんまり打ったことないやつ行ってみようかな。着席とりあえずやらかしてみます。はい、それでは皆さんよろしくお願いします。 AAレイカー7-3 からスタートします。てかね、AAレイカー7-3 見つかるさ。いや、本当に俺に任せる。本当にちゃんと打ったことないんですけど、とりあえずこんなもん、コンパクトカウントチャンス、このブースト分母決める周期を短く、周期なんですけどね、ウレカセブフリー。あ、そうか、リプレイ1回引くまで朝一は1回はいいの、セーフなんだ。なんか中押しが楽しいって聞いて、ここにリプレイ来るとリプレイって聞いた。あ、もうリプレイでもいい。でも1回セーフだ。あ、まだセーフなんだ。な、5ゲームセーフなのかな。とりあえずいっぱい、いやー、これここ見ちゃったんだ、リプレイが。855まで分母を縮めたけど、この上のポイントもね、855になれば、とりあえず一周目みたいな。で、なんだっけ、さっきのロボット、ごめんなさい、エウレカね、そう、シリーズ大人気なんですけど、今までのシリーズ本当にちゃんと打ったことなくて、で、アニメもね、厚美さんアニメ大好きなんですけど、エウレカはマジで見てなくて、あのロボットで、なんだっけ、なんか審査してんだよね、 AD レベルだっけ、なんだっけ、なんだっけな、超大事だそれ。まずボーナス引いた時にビッグ引けないと意味ないよね。レギュラーだったら超絶きついと思う。なんか出始めの頃にね、ちょっとだけ打って、コテンパンにやられて、それから打ってない。でもね、打ってみようと何を思い立ったのか。でもずっとね、ジャグラーばっか打ってたから、ジャグラー以外打ったら引けるんじゃないかって説を、いや、本当は
ジャグラーマジで打ちたかった。今でもちょっとね後ろの島にジャグラーあるんですけど、未練がマスクちょいちょい後ろを見ております。今300ゲームやばい、ゲーム数煽り煽り煽りはあるの、ないのかな。フィルダーしか見えない。一応どうなの、うん、スピンヘアヘッド、名前が分かんないよ、どっちがどっちってなるんだけど、うん、難しいな。とりあえずあの色で判別するしかないの、色で判別、うん、あー、まあ、もよくやられてる人だよね。うわーってよくやられてる人。なんかジャグラーもさ、すごい極めれば楽しそうじゃないですか。普段さ、まあ、私も何も極めてなくても楽しく打ってますけど、オカルトゾーンとか、まあ、基本オカルトですけど、例えばさ、超絶目押しもうまくてさ、ここのリールにこの場所を狙ってここが滑ってこうなるとペカるみたいな。そういうの発見できたら面白そうだけど、いやでも忘れ気ないですけどね。ないんかいって、まあ、厚美さんがそんなね真面目に相当打つタイプじゃないんだよ、もう風オカルト。だって今日だってこの台選んだ理由があんま打ってないから出るんじゃねえもん。前打って全然ダメだったから今回大丈夫じゃないみたいな、まあ、本当あんま打ったことなくて、その出た時ぐらいにねちょっとだけ打って、本当にっていう、そんな安易な感じで打ってますけど、どうなんだろうね。まあでもまあレア役は安いはずなんだけどな。あ、おうおう、それか多め、でもさ、これ絶対周期天井なんていかないよね。だって今353ゲームでしょ、まだだって1周期終わってまだこれから2周期目ってとこで絶対ゲーム数の方が早く来るやん。しようよ。それとも何、厚美さんが下手くそなだけ、そういう感じ。今373ゲーム回して強烈薬はゼロ。いやでもそんなもんなんじゃないの。とりあえずねボーナスを引かぬことには、キュンキュン言ってるよ、キュンキュン言ってるよ。キュンキュン言ってますよ、キュンキュン言ってますよ。ちょっとマジであの SIM 朝悩んだんだけどな、カードね。でもな、つみさん昨日船目でジャグラー打って結構ね、稀に珍しい、稀に見る、稀に珍しいで一緒だわ、あれに見るジャグレンをしてくれたので、昨日はね楽しくジャグラー打ったので、あ、いつの間にかもう見てなかったけど到達してたっぽいね。2周期目セカンド、カンちゃんの見て何なの、まあ、お、どうなの。出たこの強いやつ、それもちょっとなんか大体ダメなやつね、わかんないけど、強そうだもん。お、どうなの、ここで、ああ、やられた。普通に2周期もダメで今3周期目、まあでもそっか、この分母がもうちょっと短縮できてれば周期ももうちょっといくのか、スムーズに。全然で
50機じゃないよな。さあ、500ゲーム。まあ、あと200回せば、とりあえずは当たる。とりあえずは当てることができる。いらっしゃい。大事でしょう。俺は月光ステイトのリーダーだ。月光ステイトって何？チーム名？わかりました。本当に本当に口だけじゃなくちゃんと見ますよ。耐えられるかどうか。一気に最初から見れるアニメですか？最初はなんかちょっとだれる系のアニメあるじゃないですか。なんかせめて何話までちょっとだれるけど我慢すればこの後面白いみたいのがあればまだ見れるな。でも私あの獣フレンズとかまったり見れるぜ。多分大丈夫かと。多分大丈夫。でもロボットっていうのがハードル高いの。本当にそこだけそれで見てないの。だって本気アニメとか、まあ、始まったりとかこれからのアニメもあるかな。まあまあ見てるし。今どこなら変わるんだよ。ちょっと本気とか全然関係なくて昔のアニメですけどイニシャル D 見始めましたから。スロット出たじゃん。スロット出たじゃん、イニシャル D で。だからなんか元から知ってたの。ゲーセンとかでさ出てるじゃない。でなんか藤原豆腐店なんだこれダセとか思ってたけど超かっこいいね。何あれと思って。何と思って。車走らせてる時にかかる何あのユーロビートみたいな。よ音楽超いいと思ってっていう。私はまだねイニシャル D、まあ、あの座れてないです。いつも満席で抽選もダメで座れず打ててないんですけど、いや超絶面白い。高橋兄弟兄がかっこよすぎてやべえと思って超ツボと思って。車もかっこいい。いや車も私全然興味なかったけどちょっと覚え始めました。86たまにねなんか見かけるけどなんかそんなかっこいいとは思ってなかったんですけど、あれ見たらあやばいかっこいいかも。アニメの影響すぐ受ける。 FD と FC だけ高橋兄弟見てる。やばい。車全然興味ないけど忘れられるわけないじゃん。見始めてます今イニシャル D。まあなんかまあ、アニメはまあまあ見てるんですよ。ただ英語でかだけはマジで見てない。いや見ます見ます。本当に本当見るよ。エミシャル D を語ってる場合じゃない。エウレカ、エウレカキャラの名前をせめてしっかりよ。誰とでも私アニメ見ると結構影響されるタイプなんで、鬼滅も一時期めっちゃ影響されてましたからね。ピエロの呼吸とか一度肩ジャグレンとかめっちゃ言ってたもん。ただ666ゲームだぞ今。だから何みたいな。666だよ。666を見れたからいいことあるな。適当なこと言ってる。見れない方がいい。ああ、いいに違いないのに。いらっしゃいませ。これくらい。お？黄色だけど。おお、なんか青い機体ってだ。名前わかんない。KLF。うん。全然わかんないけど。あ、ダメだダメだ。あでも707天井だ。もうちょっとだな。これは煽りだよね多分ね。周期のね。先をってやるけど。ですよね。まあ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 。チャンスの。もうちょっと笑っ
ってればいいことあるよ。笑ってれば、笑ってれば赤文字なんだけど、笑ってればマジいいことある。あ、ここで、あ、でもここで中断してる人もいいんじゃない。あ、まだありだよね。ここで中断してる人のもありなんじゃないの。ありでしょうに、ありやな、ありよりのあり。中断してる、まあそううまくいかないよね。でどっかに来ると中断確定なんで、あ、右先どっちだっけ。まあいろいろあるね。で、でもさ、もう天井もすぐ行くで。とりあえずもうコンパクト、コンパクトじゃない、コンパクカウントチャンス持ち越されないな。持ち越されないのかね、君。お、よーよー、レントンよー。どれにしよっかな。よー、レントンよー。そんなんねえよって。うわー、なんかすごい目力強めな人が。うわー、胸毛やばい。胸毛コンパクトライズの確認を。胸毛リプレイのようですね。いや、イセキティでいいと思いますけどね、胸毛。あ、キリンちゃんね、ほら、キリンちゃん、これ天井だよね、もうだって707だもんね。あー、ほら、民間線か、やったー、天井です。おはて、笑ってればいいことあるよ。こっからあるよ。じゃあ私が今から天井音景を言います。天井音景は感想確定です。マジ本当ふざけたこと言ってるとぶっ飛ばされそうなんで、信じれば。さすが天井って聞こえたんだけど、違う。違うの。あ、そういうことか。ケースさすが天井って聞こえちゃったよ。あ、違う。煽ってんのかと思っちゃった。昇格抽選大事だよこれ。もうマジマジビッグ、ビッグ、ビッグ赤なめそう。いや、青だよ。青だけどここは引く。変わるだし、じゃあまあとりあえず、まあ早くない？リプレイを引かずにって言おうと思ったら速攻？嘘でしょ？ジャックインさせないようにしていこうって話だったのに速攻、速攻で、これさえ勝利期待度 0% でいくことあるって言おうと思ったらこうやって引くっていうね。速攻引く？リプレイをマジで引かないでレア役を引いたり、そうレア役を引いたりしてパーセントを上げていく。あと外れで上がっていくから、そう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 、そういうこと、そういうことよ、そういうことよ、そうそうそう。15、いや、ギリギリ20だけど、これも資産あるんだよね。デフォー、これデフォーとかなんだろうね。まあ、高設定ほど出やすいとこだったらいいな。一応高設定資産らしい。まあ、当てなんでやっちゃう。まあ、味当てなんで、資産ってなんだよみたいな。そうそうそう、わらかだからね。笑顔でいくぞ、笑顔でいけば 20% も引くことができる。あとレア役引いたらいいんじゃない、こういうとこでさ。したらなんか書き換えるとかありそうじゃん。あー、終わったなこれ。超強い攻撃じゃない、なんかバスドなんちゃって。おい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 、青だしよですよね。いや、分かってたよ。
ってみようかの。まあそうよな。女の友情か。最近あのオフミーのさくらりおさん冷たいんだよ、あずみさんに。超冷たいんですよ。何の愚痴だよって。いや冷たいんだよ。ちょっとそろそろね、飽きられたのかもしれない。こいつみたいに。いやでもさすがに2回連続天井はいかないでしょ。あれ首かしげてる人がいますけど、あつみさんだしなみたいな。いやさすがにいかないでしょうに。うん、行くぜ行っとくれ、行くぜ行っとくれ。あ、強水会じゃんこれ。ほらこれはもうほら一気に、ほら一気に周期よ周期。この感じ、まあ、ここで当てるんだけど、でもなんかそのままボーナス当たってくれた方がいいんじゃない本当はね。からの、はい、なんか強っぽい演出は出てきてないよ。お、でもほら、あ、赤赤赤。チャンス。え、いいんじゃないの？お、おー。何？今日周期なの？そう、周期で当たった、2周期で当たったってことだよね。強水化で周期到達させて2周期目で当たりました。まあまあまあ、ゲーム数は353ゲーム。こっからよ、こっから、こっから、こっから、とりあえずビッグを目指しましょう。よーし、とりあえずボーナス行けてよかったね。だって AT 入れればと思ったらもう普通に青文字だし。レギュラーボーナス帳のキャラ紹介もあるっぽいけど、まあ分からん。いやレア風、早く飛行。キャラ紹介も、そういかじゃダメだ。セブンジャス高確率だけど、ここでチラチリでもまあありだよね。まあある。女は黙って中央し。おい。女は黙って中央し。女は黙って三度目の中央し。おは三回目ねえか。でも2個2個、まだチャンスあるよ、まだチャンスある。おなら待って、ジュースおなら待って、ジュース。いやでも3つ正解しちゃったよ、3つ。いやー初AT C モードじゃないよ、コーラリアンだよ、コーラリアンモードです。よっしゃー、コーラリアンモードさえ入っちまえばこっちの方よ。まああの少なくても500枚はいける。本当に。いやでも今年のあずみさんは一味ちゃうちゃう。ほらジャグラーばっか打ってたあずみさんが他の台を打ち始めてるね。AT、ARD を打ち始めてる。これがまず違うでしょ。おい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 。いや大丈夫、大丈夫だって、うん、大丈夫だって。
ある厚美さんではない。ちょっとずらしてずらしてずらして、ここで聞けばいい。ここで聞いたらもうね、絶対ちょっと動揺するな、動揺したらあかん。よしよ、どうしよう、中押しのがいいかな。とりあえずリプレイを引かずにどんどんと撃破していくのが大事大事大事。ここはテンポを大事にしていこう。おー、いいよ。よし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 、なってるからね。やべえ、いや、あー下手くそ。やっぱ順押しだよ、順押し。あー、いやー、でも楽しいね。ここよ、次から大事。そこ引けます。せめてボタンを押させよう。これなんか長押しすると先告知とかあるらしいけど、それはつまらんからやらかった。頼むで。500枚は行くとか言ったの。復活ある。あ、そっか、2つ分かあったもんね。なるほどね。あ、じゃあ2以上だったらこのもう2個分の下がっちゃったけど出てくるってこと。もう1回出てくる。リールバースレベル下なの。あ、1個下なんだ。あ、じゃあまあ下がっちゃったけどもう1回できましたよみたいな。あれで勝ってたらまだその2のままで続けてたよってことだったんだ。なるほど、さすが優秀カメラマン。お、高確率だったよ。この高確率でやりやるチャンスいけるんだったら、ここは頑張りどこだよね、叩きどころ。お、え、ここで馬。あー、よかったー。あー、楽しい、楽しいね。いやー、青だから微妙かな。でも意外と揃っちゃったりしない。おい、え、うまくない。ほら、いや、とりあえずセット数だよね、1セット。だいぶ下手っぴーちゃんよ。嘘でしょ、ヘタッピーちゃん。あれ、あの子ステージ違うけど。